皆さん、こんにちは。森口でございます。日本株速報今日もよろしくお願いします。今日は12月の22日金曜日です。お題がこちら。 川崎汽船、止まらずということで話をしていきたいと思います。裏側か、これ、川崎汽船のチャートなんですけども、なんだかんだでこれ、6日続進かな今日も大幅上昇してまして、また、売買代金が本当にすごいことになってきたんですよね。もうちょっと売買代金含めてチャット分析もしっかりやっていきますが、とはいえ、川崎汽船は日経平均への強度が決して大きくないので、上昇が目立っていたんですが、プラスなんですが、ちょっと物足りない終わり方だったのかなというふうに思います。足を引っ張ったのはネクソンだったりしますね。であと、個別銘柄その他で、 c f j QPS 研究所山崎製パンまで見て指数の売買戦略チャート分析まで見ていきますのでぜひ最後までお付けくださいということでこのチャンネルではこういった形で終わったばかりの日本株の振り返りを毎営業日夕方5時で入れております必ず毎営業日やっておりますぜひほぼ日日本株速報チャンネルチャンネル登録はお待ちしておりますそれでは早速今日の振り返りを見ていきましょうはいまず3指数なんですが結局高安まちまちの結果で終わってしまいましたその前の日の米国株は比較的堅調に動いた過熱感が和らいだから上昇したって ということだったんですけどもちょっとやっぱりまだ過熱感残ってるような感じしかしないんだけどもなっていう感じはありますが、まあ、それでも強かったからこそ日経平均株価もプラスで始まってそして上昇幅を伸ばす場面もあったんですけどもね、えー、結果的にはあれ引け見たらあれ全然上がってないじゃないかっていうそんな形でございます後ほどチャート見ていきましょうそしてグロス250指数はマイナス転換して終わってしまったってことでなんかちょっと残念な終わり方だったかなというふうに思いますね日経平均値上がり目柄数は結構あるんでですよね中でも新越化学工業の上昇 とかはねまたジョジ高値更新かなと思いますし資生堂とかね 川崎汽船4%以上ということで、今日川崎汽船に注目していきます。一方、ネクソン12%安何があったんだっていうところでね、材料確認していきたいなというふうに思っております。業種別見ても、銀行と海運がめちゃくちゃ上がってるんですね。まあ、ここでは銀行も含めてちょっと材料を改めて確認取っていきたいなと思っています。えー、こちらが全体の売買代金ランキングになっております。トップがレーザーテックで、これは相変わらずだなという形だし、強いなという形なんですけども、2位の川崎汽船の売買代金ご注目ください。こんなに迫ること ほとんんどないんですよだから、めちゃくちゃ売買代金が多いんだなっていうところは、ぜひ押さえておいていただきたいなと思います。これは完全に短期資金ですよね。が、まあ、こっちに流入してきたから、川崎汽船、他の優先株、日本優先とか、商船三井とかもですね、結構上がってるので、業種として、 注目されてるっていうのはもちろんあるんですけどもそれ以上に短期的な流動性も加味したこの川,川崎汽船の売買代金が今も,うものすごい注目度が上がって爆発してレーザーテック並みにこの売買代金が増えてきたっていうところは一、まあ、つなんかちょっと面白い展開に個人的にはなってきたなというふうには思っておりますであとは注目度が高いなと思うのがやっぱトヨタとかね三菱 UFJ トヨタはなんとか小幅安にとどまってくれたかなというところですがネガティブ要因まだ続きそうですねそしてこちらがグロースの売買代金ランキングです QPS 研究所。こちら、おそらくストップ高で終えたのかなね、売買代金も結構多いんですよね。これね。びっくりしました。なので、まあ、かなり注目度が上がってるんだな、というところでね、チャートの形状を見ていきたいですし、今回ね、四季報の注目銘柄にも上げてみたんですけども、全く乗れてはいないんですけどもね。はい。何があったのか見ていきたいと思います。それでは、個別銘柄を見ていきましょう。まず、川崎汽船なんですけども、今、チャートを出してます。んで、こちらが、できたかですね。できたかもすごいですね。売買代金も、すごい多かったんだけども、 やっぱり出来高としてもクぐーっと上がってきてね。すごく売買代金が多いということになってます。ただ、今日何か材料ニュースが追加で出てます。かっつうとないんですね。で、18日の時点で軒並み買われる。展開にということで、まあ、中東リスクによる運賃上昇の。 まあ業績期待ですよねそれプラス中国経済対策への期待というのがありまして、まあ、特にこの中東リスクの方だと思うんですが、まあ、運賃が上昇することによって業績が増える業績が増えれば、まあ、業績自体が上がることによって割安性が増したりとかあとまあ配当面還元面に関しましてもですねより強化されるんじゃないかというところから上昇が続いているんだと思いますけども、まあ、それと同時にですね信用倍率がもともと低かったので上昇止まらなくなればなるほどですねもう本当に空売りしてるというの とってはたまったもんじゃないということで、まあ、一定の買い戻しも入るんだと思うんですが、まあ、その一方で加熱感もあるので新しい空売りなんかもまた混ざってくるんだと思うんですよね。で混ざってきてきは 踏まされて、上がって、みたいな形が続いていくのかなというふうに思いまして、非常に強いということです。ただ、日中見るとね、前日比でこういうふうに突っ込む場面もあって、元に戻すんですよね。だから、こういうところで、なんか受給がいろいろぐるぐる回ってるんだろうなって感じはしますね。続いて、三菱 UFJ 見ていきましょう。こちらも、特に何か、この三菱 UFJ 個別にニュースが出てるってわけではないんですが、しっかりとした上昇ですよね。2.92%。ここ最近結構下げていて、日銀会合の時にぐっと下げたんですよね。まあ、あの政策修正 政の期待が後ろろ倒ししになったったたとととといいううこここでででもそこからぐっと戻してきたということですで何かあったかと言われたら、まあ、今日経済指標の中では日銀金融政策決定会合の議事用紙が発表されたんですねちょっと内容まで詳しくはまだ見て見れてないんですけども、まあ、おそらく政策修正自体はいずれはあるだろうという見方にまた改めて変わったんじゃないですかねひとまず目先はなかったけども来年はやっぱりやるよねって そしたら、やっぱりプラスになる場面もあるよね。ちょっと売られすぎたよね。短期的には戻るよね。みたいな、そういう状態なのかなというふうに思います。ただ、需給面見るとね、ちょっと重たくなってきてる部分はもうずっとあるので、まあ、その点で、この前回のもみ合い水準、1250円あたりっていうのが移動平均線今ありますけども、この辺を超えてくるかが非常に注目のポイントなのかなというふうに思います。続いて、ネクソン見ていきたいと思います。ネクソンですが、今日は11.93%の下落ということで、非常に大きな下落ですよね。何があったのかと、 というと中国当局でオンラインゲームの管理強化が伝わるっていうことですねネクソンってもともと海外の企業ですから、まあ、日経平均の採用銘柄としても結構ね機能度も高い銘柄だし時価総額も大きいんですけどもただ中国でオンラインゲームが規制されたり強化されるとちょっと開発あのー、業績が落ちるんじゃないかっていうことですよねそれで、まあ、これだけ下げるっていうのは結構インパクト大きいなというふうに思いますでそれ以外にもね経営ラボ とととか公営テクももももこの辺も下落ずっっ続いいててまますすけどもね今日も大幅安という形になっておりますネクソンの冷やしチャート見ておきましょう。これ結構インパクトありますよね。えー、実際にはですね、あの、今日の朝は高く寄り付いたんですよね。そして高値を取りに行っているっていう形だったんですけども、実態を伴ってザラバでこのように陰線をつけて、移動平均線2本割り込み、前回のも本当に安値に近いところまで一気に売られていくっていう形ですよね。んで、まあこれこれだけの大幅 幅な下落がこれだけの,あの大型株で起こるってことはあんまり予想されないししかも需給もね決して悪くないけどもいや一発の材料でこれだけ下げるっていうのはねちょっと本当に怖いなというふうにも思いましたしちょっとなんかね、えー、このネクソンを持ってる人なんかもねちょっと厳しかったんじゃないかなというふうに思いますよね続いて QPS 研究所を見ていきましょう今日はストップ高で終えましたね何が起こったかっていうとこれはですね 東京海上日動と協業ということです。衛星データを活用したサービス開発を行うということですね。で、QPS 研究所はまだ IPO して、そんなに日にちが経っていない銘柄なんですけども、いわゆるま宇宙関連ビジネスっていう形なんですかね。で、あの、少し前には、 アイスペースっていう企業がありましたけども、まあ、その企業もやっぱり期待をすごく集めましたよねで指揮法の中では政府依存なんていうふうに書いてありましたけどもやっぱり IPO 直後ってやっぱ注目度が高いので,で出てきたニュースっていうのが、まあ、衛星データとか協業とか、まあ、そういうところで結構やっぱり 反応はするんですよね。まあそういうのにうまく乗れればいいかなと思って注目だけはしたんだけどもダメですね。えー、こういうのはリスク取ってちゃんと買っていかないと、えー、全然ね、乗れてはいないんですけども、まあ、見事な上昇が2日目で起こったという形になっております。で、ここから先がどうなるのかはトレンドとかはまだ全然出てないですからわからないんですけども、まあ、こういう IPO のセカンダリとかはね、まあ注目株は結構狙ってみるのは面白いなと個人的には思っております。最後、山崎製パン見ていきましょう。これは上昇してるんですけども2 6 17%の上昇なんですねで、えー、この大阪市から先に見ていただきたいんですが上髭残した陰線、えー、をつけてという形になりました、まあ、ほぼ安値引けみたいな形ですね。 で、いいニュースが出たから上昇はしたんだけども、でも伸び悩んだっていう形なんですよね。それがどうしてかってことなんですけども、まず、経常利益を14%上報修正してる。これはとてもいいことなんですね。ただ、まあ、それプラス負ののれんの発生益の形状っていう形で、負ののれんを形状しております。負ののれんというのは、まあ、子会社をすごく安くし仕入れたっていう表現は良くないかな。まあでも、連結子会社化するときに、要は、純資産との差額がプラスになるっていう形だと思ってみてください。 でそうすると、まあ、BS の中でねそれを利益として計上しないと BS がバランス取れなくなっちゃうので、まあ、それを負ののれん,なんかマイナスのように思いますけどもこれ業績的にはプラスになります。 で、えー、プラスの発生益を計上すると、まあ、こんな形で純利益が一番増えてますよね。そういう形になってるわけですね。で、この増えた純利益で計算する PR なんですけども、まあ、それで24倍だったので、まあ、決してね、えー、ちょっと高く寄ったけども、負ののれんだけを考え、負の乗れのことを考えると、ちょっと待って、先走っちゃいけないぞ、みたいな、そんな形だったのと、自愛が重なったのかな、なんていうふうには想像しますけどもね。まあ、ちょっとこの先、しっかりと見ていきたいな、というふうに思いました。それでは、シスの売買戦略を見ていきましょう。はい。えー、まずは日経金株価 日経平均株価なんですけども、今日は上ヒゲ伸ばした陰線で終わりまして、き、まあ、昨日とほぼ同じ位置で終わったって形ですね、プラスで終わったことはもちろん良かったんですけども、結果的にやっぱり地高スパンが株価の下にいますというところなので、あんまりやっぱりすっきりしないという形でしょうか、うん、まあ来週またもうちょっと見てみないと、何とも言えないところではありますが、ちょっと弱いですね。 トピックス見ていきます。トピックスに関しましても、上髭は伸ばしてますが、ローソク足は陽線、転換線の上で終えたっていうところは悪くはないんですけどもね。ただ日経平均よりは状態は決して良くはないっていう形ですよね。あれさえも50を超えていないので、まだ好調な状態ですかって言われたらそうでもないし、日経平均もトピックスもやっぱりザラバはそんなに強くないかなっていう印象を今日は持ちましたね。そしてグロス250指数なんていうのはもっとですよね。実際にもう指数としてもマイナスですし、陰性も3日続いているし、あれさえ50 以下で結局推移してる感じになっちゃってるし雲は超えられなかったし雲割れちゃいそうだしっていうところなんでちょっと来週もまだ警戒度を高めて見ていく必要があるかなというふうには思います、えー、ダウ見ていきましょうダウは昨日プラスで終えましたけども強かったですねでこの インセンはね、すごく目立ちますし、下落率も大きかったので、結構ね、調整長くなるかなというふうにも思ったんですけども、いや、なんのその強いですよね。まあ、それだけしっかりとした期待が乗ってる一方で、まあ、やっぱり加熱感があることも事実だし、まあ、ちょっと先走ってるっていう意見も結構ありますから、そこはちょっと注意してみておきましょう。サンドピークをくですね、こちらもほぼ同じなんですけども、RSA が70を割れていたところからもう一回70に戻ってきたんですね。まあ、やっぱり強い証拠というふうにも見て取れますけども、 まあ加熱感は残ったまままととも見て取れるかなと思いますナタックに関しましても同じですね。70を割れました。でも70を超えました。だから強いということは間違いないんですが、ザラバタカとかを超えたわけでもないし、加熱感は残るという形ではあるので、ちょっとやっぱちょっと警戒度を高めておいた方がいいのかなというふうに思いますよね。最後ラッセルです。ラッセルも強いんです。70また超えてきましたから。まあ、でも結局見方は同じですかね。もうちょっとこう、 ちゃんと解消したなあっていう風に思えるには時間が必要なのかなという風に思うんですけどもねあとはまあやっぱりもう少しデータが更新されていかないとバリエーションとかでも含めてねちょっとまだ割高な形が残ると思いますのでそこはちょっと注意して見ていきましょうはいということで今日はまあ タイトルはね、川崎汽船止まらずというところだったんですけども、株価の上昇もそうですが、どちらかというと売買代金ですかね。これに僕はびっくりしましたね。あの、レーザーテックにももしかしたら、そのうち抜くんじゃないかっていうぐらいね、主役交代になるんじゃないかっていう、そういうぐらいの気持ちをなんか感じたんですけども、まあおそらくレーザーテックの方が、えー、後でけ売買代金としては残るのかなというふうに思いますけどもね、しっかりとチェックしていきたいと思います。では今日もお知らせを入れさせてください。個別銘柄のとことも分析するマガジンなんですが、えー、今週は最新式法の記事 今日アップしましままた注目柄柄と本命3名柄と本記事になっておりますよかったら概要欄の URL からノートのメンバーシップで確認することができますのでよかったらチェックしてみてください月額900円で初月は無料になっておりますよろしくお願いしますまたガチソクファイヤーを12月13日に発売いたしまして多くの方からご感想いただいておりますでまだまだ Amazon のレビューであるとか SNS への投稿、えー、このご感想お待ちしておりますのでぜひぜひ読んだ感想を聞かせてくださいまだ本に、えー、まだお手元にまだ読んだことないという方はですね ぜひ一冊お手元に置いといていただければなと思いますのでよろしくお願いしますそれでは今日はこんな感じで終わっていきます今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンとまた来週以降もこのような形で毎営業日夕方5時で入れていきたいと思いますので来週も切っていただける方はぜひチャンネル登録をお待ちしておりますそれではまた来週テクニカル分析でお会いしましょうさよなら